レトロゾールは乳がんの治療で用いられるアロマターゼ阻害薬の一種であり、アロマターゼから作られるエストロゲンの酸性を抑えることによってホルモン依存性の腫瘍を抑える効果が期待される。開発名は CGS2267 でフェマーラという商品名で販売されている。閉経前の女性は主として卵巣においてエストロゲンが作られるが、 閉経後はもっぱら副腎で作られるアンドロゲンをアロマターゼがエストロゲンに変換することで産生される。レトロゾールはアロマターゼを阻害することで閉経後のエストロゲン依存性の乳がんに対して効果を発揮する。閉経後の早期乳がん女性患者に対する術後補助療法においてエストロゲン喫抗薬であるタモキシフェンとの比較試験を行ったところ レトロゾールの方が優位に再発を防ぐことが分かっている。レトロゾールの副作用はエストロゲンの減少によるものが中心となる。など。レトロゾールは主としてサイプ 3A4 またはサイプ 2A6 によって代謝を受け、クルクロン酸方合を受けた後、主に腎臓から排泄される。特にサイプ 2A6 がその代謝で主要な役割を担っているとされ。 この多形が問題となる。ABC003330 レトロゾール、アーカイブド2013年1月4日、アットアーカイブ、イズ、ハットザブレストインターナショナルグループ1から98、コラボレーティブグループ、A コンパリソンオブレトロゾールタモキシフェイン、ポストメナポゼルウィメンウィズアーリーブレストキャンサー。ありがとうございます。